スパーリングをちょっとして、ウォッチパーティーって、ウォッチパーティーはまだね決まってない。まあちょっとそれも含めてって感じかな。今から20時から鳥飯さんで、21時からボントキドとやるんで、ちょっとボントキドがどんぐらいやるかが、今んとこ候補はセックス&ザ王帝、ファイナルファンタジー、東京リベンジャーズとか、とりあえず暫定の候補。要はスパーはパブ祭りだな。パブはまあ正念場ではあるね。まあデトネも正念場。いやーまあでもどっちも上がってきてもおかしくないし、今日は今から鳥メスさんとやって21時からボントキドで、まあそれ終わり次第ウォチパって感じかな。でもねあれね、中ラフィの方がいいんだよな。今大ラフィンしちゃったけど、本当は中ラフィ。よしだ。あそこすげえ微妙だな。ダチジャッケイはコーディは後ろ歩きで投げ前の外行けない。あとゲイルも爆声かわせない。だから守りが弱いんですよ。4フレ、でも3フレがないだけじゃないから、そこをねみんな分かってない。なんか無敵技ないとか3フレないだけだと思ってるから違うんだな。ああいう跳ね返り方するね。あ、これも打ち返す。ちょ、怖い怖い、すごいコンボ、すごいコンボ、すごいコンボ、自ら相打ちに追いやり、すごいコンボしたよ今。利用させてもらったよ。カトンの術はねジョニーだけではないので、使えるのはジョニーが使えて私が使えないわけがないだろう。まあリアルの火は使えないんですけどね。え、カトンよりフートの風も使えますから、私全てをマスターして、嫁は電気使うし。トリマ、こっから夢を乗せていきます。夢乗せちゃっていいっすか。終わった。俺の見苦しいジャクラピアンが、こいつら、鳥がないからね。いつまでもあると思うな、親と鳥がないから。もう使ったでしょおじいちゃんさっき、それ使ったというか使わされたでしょ。ちょっとあのあれかもしれない、おじたち反応速度が衰えるとか足払い
させないとかじゃなくて、ゲージ使ったかどうか思い出せないとかに今後なる恐れがある。高齢化によるラウンド数、確かにラウンド数俺むしろ結構間違える。俺もおじいちゃん。マサは壊し発動やるね。いや、ルークの壊し発動すね、強いからね。マサ、コーディの壊し発動に切れてたけど、自分もやってんだよな。誰より。ジタバタしてたね。必死さが見えたね。いや、単純にね、コーディが強いっす。タイムオーバー間際だけ。いや、あそこから負けれるからね、コーディは。コーディというキャラはね、そういうキャラだから。今の状況5分ぐらいでしょ。体感5分ぐらい。なんでですか、そんなの入ったら5強に入ってしまう。5強入っちゃうよ。おい、なんだ EX ラフィアンと。いや、中ラフィか大ラフィか迷って、大ラフィでよかったんだから中ラフィやろうとして。あ、ぶぶ、ごめん、飛ぶし漏らすしごめん。こんなん大会でやったら申し訳なすぎる。これちゃんとこうやってガードするのがね、ガードした方がリターンでかいんですよ、これ。漏れた。まあ今の相手漏れだけど。あそこなんかね、コパンで止めちゃったりとか投げちゃったりするんだけど、絶対ガードした方がいいんだよ。ただなんかタックルが謎にマイナ4っていう、それは謎なんだけど、マイナ6とか7でいいだろう。まあどうせコパンで止めるんであれば、まあまあ一緒なんですけど、あのタックルに反応してボタンを押さない大事さ、これ結構ね地味ながら大事。てか大体の人が押すボタン、あそこは安い安いけど、しょうがねえ。これ今どうなるの？跳ね返ったらまた跳ね返ってくるんかな？どっちに跳ね返る？こっちに跳ね返る。いやー、漏れてる。むちゃくちゃなんだけど、このコーディの人。やってること。ヤンキーなんだけど。ヤンキーなんだけど。お互い37の年でこのプレイです。黄色く光って突進してるだけ。早く黄色く光りなさい。あなたがやりたいのは黄色く光ることでしょ。早く黄色く光りなさい。解放しなさい。それそれ。もう一回。もう一回。しかほら。
いや中継じゃねえな今。ファジーを考えるともうシャガ中から入れ込みだな。ついなこれ。なんか消えてる。なんかこれ安い、安くて助かったけど。石がさ、ヤマト、え、ヤマト来てんの？いや来てないわ。宇宙戦艦。え、これ？うわあ、これだな。いや、これだな。よし、ヤマトで決定。2時間18分受け入れましょう。土曜でよかった。明日は日曜だ。え、というかこれ公式？これなんかファンが作ったとかじゃないの？これ公式っすか？